リスの部分に使うブレードライン、コーテッドラインの皮を剥いたものを使います。一度に長いのを取るの大変なんで、半分ずつ15センチぐらい、まずこうやってコーティングを貼ります。つけるボイリーの大きさによってこのシワは大きさを変えます。これは18ミリ用のボイリーに合わせてシワを作ります。この結びこぶがボイリーの中に収まるぐらい、だいたい15ミリぐらいのシワを作ります。カットしてこんな感じですね。このリングをこっちの通して、まあゆとりを持ってちょっと大きめに、これ1回通して、でここでもう1回輪っかをくぐらせてから締め込んでいきます。15ミリぐらいのところで縛る感じ、こんな感じですね。だいたいこんなバランスになります。これぐらいのところで押さえて、あとは普通にヘアリングを5回巻きます。2、3、4、5で戻して、これのこの大きい方側に通します。でここはもうクリンチの糸で、5回巻きます。この余ったところはライターで振ってコブを作っていきます。抜けていかないように。これぐらい取りたいですから、これの 1.5 倍、まあ、約25センチ、30センチ近くを クリンチノットで5回巻きます。うまく締めていかないとコーテッドが剥がれちゃったりするので、ここはつばとかつけてしっかり締め込んでください。コブを作るためにライターをちょっと炙ります。全体の長さを決めて、リンクループに通して一回締めてから、ここで肩結びで一回縛ります。
仕掛けが完成しました。2度に刺して ここにどうしてこの水ベルを使うかっていうと、タングステンおもりをここにつけることがあるんですけど、そのタングステンだと何回かキャストしているうちに緩んできて針の方にずれちゃうことがあるんですね。でそれを防止するためにここにリング水ベルを使って作ってます。こういうふうに吸い込まれた方向によって負担なく吸い込まれていく。でここもそのどうしてこのコーテッドラインを剥いだものを使うかっていうと、普通のブレードラインよりもコーテッドを剥がしたのラインの方が細いんですね、しなやか。そういう理由でコーテッドを剥がしたものをここに使ってます。